ミュージカルインプロビゼーションという本と、これはそれよりも後で作られたモンクスミュージック、あのセロニアス・モンクの音楽という研究所で、ジャズ研究ですけど非常に幅広いインプロビゼーション研究で、やっていらっしゃって、彼の師のイングリッド・モンソンさんというのは、まあ本も書いていて、Saying Anything という本を書いていて、それそういう、さらに彼はネットさんという人とともこれ、一緒に協調ですので、なんと言いますか、インプロビゼーションスタディーズの世界の中のもうほぼセンターにずっと いらっしゃる方で、この学会にお呼びするにはこれ以上の方はいないということで、メールをしましたら、全然知らなかったんですけれども、調べてメールをすると非常にこうすぐにレスポンスをいただいて、今日来ていただいたというわけです。で、この昨日から続いているインプロビゼーションスタディ、即興研究というものの展望をこれから、非常に分かりやすく示してくださいます。あの原稿がもう送られてきて、私は本当にびっくりしました。これほどまできちんと、講演内容を、一本の論文に仕上げて臨んでくださるという誠実さには非常に心を打たれました。で、その中を書いてさらにびっくりしました。非常に今までの、展望を超える、すごいことを書いているので、非常に私はびっくりしました。で、その中には、昨日から、教育の問題なんかで問題にしてきた、果たしてインプロビゼーションというものは全ての音楽の一番ルーツにあるものなのか、そういったことをインターミュージカリティという言葉を使って議論しようとまでされているという非常に意欲的なご講演だと思います。もう時間になりましたし、用意ができたようなので、これで、紹介を終わりたいと思います。じゃあよろしくお願いします。この本を買ってください。